26日午後2時20分ごろ、一宮市明治にある阿古池公園で、トイレが燃えていると公園を利用していた男性から消防に通報がありました。消防が駆けつけ、火はおよそ15分後に消し止められましたが、警察などによりますと、男性用トイレの個室を仕切る壁や扉などが焼け、現場には黒く焦げた雑誌が残っていました。当時、公園の利用者はいましたが、 この火事によるけが人はいませんでした。警察は放火の可能性もあるとみて公園内に設置された防犯カメラの映像などから当時の状況を詳しく調べています。